どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、私今430万貯まっております。そして見てください、防衛施設カンスト、そして、軍事系カンスト、これは2日後に上がりますね。そして資源系カンスト、タウンホール9で上げられるものが、あとトラップが少々あるんですけれども、トラップと、壁、そしてヒーローのみとなりました。そんな中、私クラッシュオブクラン実況キヨキヨはですね、8月の18日にタウンホール9になって、約5ヶ月ちょいで、14日、14日かかるので、この壁は50個は余裕ですね。私は8日間でゴールドをですね8000万稼ぐという、結構その廃人なんですけども、いや、ついにインフェルノタワー、うわー、これはやばいな。いやー、長かったなー。いや、ヒカベまだカンストしてないんでね、この14日間で普通にポポポポってあげたいと思うんですけれども、いやー、これ、いや、もう男なら行きましょう。400万貯めました。資源、軍事系、防衛施設すべて完走させました。その記憶がですね、ついにタウンホール9に、タウンホール9じゃないよ。なんで大事なこと、大事なところに噛むねん、お前ほんと。大事なところで、さすが。では早速着工の儀参りたいと思います。いきます。3、2、1、ゴー。いったー、いったわー、行ったわ、マジか、行っちゃったよ、本当に。え、待って、見せてないよね、なんか。マジで今そんなこと言っててもしょうがないわ。ということでですね、私今後の予定としては、普通に壁が完走したらタウンホールはですね、時間短縮をして効率よくタウンホール9に行って、タウンホール9じゃないわ、本当に、タウンホール10に行っていきたいと思います。ということで皆さん、私が14日後、14日以内ですね、にタウンホール10になりますので、皆さんタウンホール10のクラッシュオブクラン実況、今日もよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。